西口西川口駅は埼玉県川口市並木2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK40。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東北線とは案内されていない。JR 東日本ステーションサービスが 駅管理を受託する川口駅管理の業務委託駅。島式ホーム一面二線を有する地上駅。京上駅舎を備え、1階がホーム、2階がコンコースと自由通路になっている。指定席券売機と自動改札機が設置されている。東口側駅舎に5階建ての駅ビル、ビーンズ西川口が併設されている。 近隣の川口駅や蕨駅よりもごから設置された駅であり、ホームの幅は狭い。そのため、バリアフリー工事では階段の幅を削ってエスカレーターを設置することができず、階段から離れた場所にエスカレーターを設置した。現在はエレベーターが設置されている。南側方面、川口駅との間に存在するオーバークロスは東北貨物線からかつて存在した。 川口駅貨物ホーム及び札幌ビール、埼玉工場への連絡線の後である。1986年11月に川口駅貨物ホームは廃止され、南側は商業施設、キュポラ、北側は駐車場と保守基地となっている。現在もオーバークロスは保守基地と東北貨物線との連絡線として利用されている。札幌ビール、埼玉工場は2003年に閉鎖。 その跡地は2006年にリボン式として再開発され、マンションや大型ショッピングセンターアリオ川口が建設された。2013年11月10日から2014年1月10日まで川口市民家を使用していた。2018年11月1日から11月30日までは、同年4月に川口市が中核市へ移行した PR のために一番線は、 川口市民家、2番線は、元気川口、五条道三場を使用していた。2019年度の1日平均乗車人員は59,062人で、ある。埼玉県内の JR の駅では、大宮駅、浦和駅、川口駅、南越谷駅、北朝霞駅、蕨駅、南浦和駅に次いで、第8位である。近年の推移は、下表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。ロータリーを挟んで、フェストと呼ばれる駅前ビルが建っている。また、川口オートレース場、青木町公園総合運動場、スキップシティ、イオンモール川口前川、ライブハウス、 ハーツへのアクセスにも利用される。また、街頭ビジョンが設置され、CM 映像が放映されている。東口駅前並木地区には、西川口東口合格通り商店会がある。並木商店会の商店を中心に、2009年5月より、アトム通貨の運用をスタートした。観光庁郵便局学校商業病院公園、運動場すべて、国際工業バスによって運行されている。 1.2番乗り場は、東口駅前ロータリー内に、3から5番乗り場は、駅東口から徒歩2分ほどの並北通りにある。これは、東口ロータリーが狭いために、本数の少ない系統及び、当駅始発の深夜バスが1.2番乗り場を利用し、比較的本数の多い系統は3から5番乗り場を利用しているためである。西川100系統川口。 オートレース乗務量送迎バスは、新オートレース通り沿い、武蔵野銀行西川口支店前の専用乗車所から乗車する。埼玉高速鉄道線が開業するまでは、旧鳩谷市や川口市北部の住民の最寄り駅であり、当駅まではバスにてアクセスをしていたため、国際工業バス少市のドル箱路線であった。特に平日の朝の時間帯は、西川01鳩谷公団住宅。 天神橋西川口駅東口線や西川04、もしくは西川04の2だけでは供給が足りず、西川02鳩ヶ谷ターミナル西川口駅、西川03変電所西川口駅線を運行し、補充した。埼玉高速鉄道線の駅ができてからは、ややそちらに利用を変更した傾向がある。西川口駅、入口バス停は、駅東口から徒歩7分ほど。 新大トレース通りを進み、西川口駅入口交差点を左折した場所、産業道路沿いの青木信用金庫、並木町支店付近にある。みんな仲間バスの路線が発着する。西口の全乗り場は西口ロータリー内にある。駐車区式天候報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。